五感末期、世は乱れ、時代は混迷へと突き進んでいた。清涼の豪族董卓は宮中での宦官らの騒動に乗じ上洛。帝の身柄を確保すると自らは大尉の座に就いた。一方、これを妬み董卓を排除しようとする動きが起きる。曹操、袁紹らは反董卓を標榜し連合軍を結成。要衝古老館を破ると董卓のいる洛陽へと押し寄せた。寵愛する美女趙倩さえいれば洛陽などに用はない。董卓はそう豪語すると都に火をつけ脱出を図る。しかし唐の趙倩は出雲へと姿を消していた。趙倩だけは譲れない。趙倩だけは何としても連れて行く。荒ぶる董卓は美女の姿を追い炎に包まれた洛陽へと飛び出す。この唐中衛、目指すは主人にくれよ。こんな都を燃やして奴らにくれてやる。わしは朝鮮と共に新天地に行くぞ。董卓様、大変です。朝鮮様が前線の緑様を追って古老館に。なに、すぐに朝鮮を連れ戻すのだ。俺の家が、町が、もうダメだ。みんな亡くなった。火に囲まれちゃった。誰か助けてください。誰かお助けください。逃げまくるキャンドルに何も感じないのですか。が民の心配などせねばならん。わしが気がかりなのは朝鮮だけじゃ。王戦はこの辺りにいるはず。あやつから力ずくで引き出してやる。ここに来るとはな。そのくらいはわしが行くべきで。皆殺しじゃ。やりやがるぜ。ここはとんずらしとくしかねえか。誰か前線の者を捕まえて聞くしかないか。生ひら曹操配下の加工と言うのか。しぶたいやつだ。我が胸口を届けるか。ならば全力で相手をしてやろう。皆殺しじゃ。敵将わしが討ち取った。お見事、見せつけてくれますな。名乗るしじゃ。カリュウ、敵と遊んでおる場合か。朝鮮じゃ。朝鮮はどこにおる。おう、さっきそれらしき人影を見ました。どうも止水館へと向かっていたようです。でかした。止水艦か。待っておれ朝鮮、今連れの出すぞ。見事な道になる。ならば全力で参る。おいられる反運長、稲の刃にて湧いていたす。
朝らしそうに狙うのか。馬と我、悪逆のものは私が撃つ。無音の衆とはいえなかなか手ごわい。ここは我慢。この辺りにいるはずじゃ。草の根分けてでも探し出さねば。気を逃してはならぬ。攻め抜け。お見事、見せつけてくれますな。どこに送ってやる。男は自滅すると思ったのだがな。挑戦はこの辺りにいるはずじゃ。残念わけでも探し出さねば。気を逃してはならぬ。進め抜け。おお、素晴らしきお働き。我が軍の勢い止められまい。皆殺しじゃ。
かねばならんか。だが我が波動はまだ消えたわけではない。敵将わしが討ち取った。ほう、貴様を治癒してくれよ。おのれ、貴様も私を苦労するか。先の拠点へ向かってるかという何なのだ。いたか。さあわしと一緒に帰るんじゃ。トウタク様、宝石様、トウタク様が私を連れ戻しに。なんだと。豚め、宝石に近づくな。わしと共に新天地に行こうぞ。